大変誠実はございますが、登場述べさせていただきたいと思います。まず最初に、私がこのような登場をやらせていただけるのは、ここにいらっしゃる岩佐会長が理事長経験のない私を役員に選んでくれたことが大きいと思います。本当にありがとうございます。私は決してこのような場所で喋れるような毛並みのいい人間ではありません。ですがせっかくの機会です。毛並みの悪かった私の JC ライフとともに登場を述べさせていただきたいなと思います。私が青年会議所に入会したのは2007年、今年で10年目になります。その前の私は20歳で網走に帰ってきて、現場で作業するどこにでもいるあんちゃんでした。そして仲間とつるんで走り屋と呼ばれる暴走行為を毎晩毎晩行っておりました。20人ほどの子分がいっぱいいて、そいつらと寝ないで走りまくって、本当に網走の人に迷惑かけたなって思ってます。その中、仲間が数人結婚するということで家庭を築くようになりました。みんなで酒を飲みながら話してると、俺たちいつまでこんなことやってんだって誰かが言いました。そこで誰かが、そろそろ迷惑かけた網走に何か恩返ししたいよなって言ったんです。そこで僕じゃない誰かが、子供の笑顔を見たいよなっていきなり言ったんですよね。そんな現場作業員にも愛嬌心ってもんあるんだなって思いました。僕らは単純なんで、いいねいいね、雪像でも作るかいきなりそのこわもてのお兄ちゃん方20人で雪像作らせてくれって商工会議所行きました。そして数年その雪像作りを一生懸命やってると、網走にあった川祭りの代表からぜひ夏のお祭りも力貸してほしいって言ってくれました。そこで夏の川祭りをお手伝いしてると、JC という存在を会議の中で知ることがありました。その会議の中で JC にまだ入ってないやたら力強い発言する僕の3つ上の人がいました。あいつすげえなと思って、ああいうやつ JC 入るんだったら俺も入っていいよって生意気にも言ってました。ある日網走 JC の歴代何人か飲んでるところに呼ばれて、あいつ JC 入ったぞって、お前男におんねえだろって言われて、頭にきて上等だっつって入りました。明日理事会だから朝一で事務局来て印鑑持ってこい、写真持ってこいって言われて入会しました。何も考えずに入会しました。腹立って。そんな僕ですから、入会してもJC なんてよくわかんない、はっきり言って嫌いでした。こいつら何やってんだって、毎日毎日集まって会議してって、こんなことならどっかでイベントやった方がいいじゃんってずっと思ってました。そして3年ぐらい委員会にもほとんど出ない、例会にもほとんど出ない、半分スリープみたいな JC ライフを過ごしてた時に、たまたまこの道東エリアのエリア大会に出席しました。そしたらその同じ日に入会した3つ上の先輩が大泣きしてたんですよね。びっくりしました。
なんであいつあんな泣いてんだと思って。同時に自分が JC のことよくわからんで、ずっと斜めに見てることが恥ずかしくなった。俺はそのエリア大会を見て、俺まあなりてえなって、卒業するまでに大泣きできるぐらい JC やってみようって思いました。翌年から委員会も例会も全部出た。だけど全然分かんなかった。3年サボってたから。全部のファンクションに出席して、副委員長やって、委員長やって、副理事長やって、ああ俺意外とできるなーなんて勘違いしてた。その副理事長の年に網走 JC みんなで靖国神社行こうっていう授業があった。靖国神社行く前に講演を開いていただいて、僕は担当副理事長だったから謝辞を言わなきゃいけないんだけど、少し喋ったところで完全にフリーズした。全く喋れなくなって1分ぐらい時間過ぎてしまった。情けなかった。委員長やって副理事長やって、少し先輩の背中追いついてきたかなって思ったところで、俺はまだまだだった。そしてその年に2015年度の網走地区大会の主幹を獲得したんだ。2014年度は翌年に控えた地区大会があるなと思って、これはもしかしたら泣けるチャンスかもしれない、一生懸命やるためにどうしたらいいんだろうと思って、 JC やるために仕事の環境も整えて動ける体を作れるように頑張った。2015年度アカデミーの方は来てないかもしれないけど、網走で地区大会をやらせていただいた。本当に釧路の皆さんがいる前できついですけど、本当きつかったです。あの年は網走は43人しかいなくて、部会長以上の負担って本当半端じゃなかった。僕はその時専務と主幹副実行委員長やらせてもらって、みんなから頼られることが嬉しくて、今まで自分が大泣きしてやろうと思って頑張ってきたんだけど、その年に誰かのために頑張るって本当幸せだなって思えるようになった。考え方が変わった環境の中には、地区役員の皆さんと絡んだことも僕にとってはすごい大きかった。同年代の人なのに、なんであんなに喋れんだろうって。僕はスピーチ恐怖症だったから本当に羨ましかったし、ああなりたいなって思った。普通1年で1週間に家でご飯食べられるのって1回ぐらいしかなくて、あとは線路飛び回って奉仕石鹸で大阪行ったり、いきなり明日札幌行きましょうとか、本当大変でした。だけどそんな頑張りがあったから、相手のために頑張ることの美しさを学ぶことができました。そして本年
議長もやってない私に岩坂江町和地区役員というこの金色のネームプレートとこのネクタイ与えてくれた。何も言われてはいないけど本当に重い役職だなと思った。室長委員長の中で卒業は僕一人。みんなに背中見せなきゃいけないなって思った。1年間本当に一生懸命やらせてもらいました。2015年、2016年とほとんど家にいない毎日で、従業員にも苦労かけたし、子供たちにも寂しい思いさせた。だけど俺は後悔してないし、これをやったおかげで子供たちに胸張って、俺は網走で必要とされる人材になったぞって胸張って言える。来年以降現役で残る皆さん、どうか悔いの残らない JC 時代を過ごしてほしい。できない言い訳なんて考えないでほしい。金が時間があって地区役員見たって余裕あってやってるやつなんて一人もいなかった。みんな必死でやってる。あなた一人のアイデアや行動が町を救うんです。あなたやあなたの子供たちが暮らしていく自分の地域が助かるんです。ぜひそんなことを思いながら皆さんの残りの JC ライフを輝かしいものにしてほしいと思います。最後になりますが、私たち昭和51年組の JC ライフに携わってくれた皆さんに心から感謝を申し上げます。公益社団法人日本青年会議所北海道地区協議会、魅力あふれる地域確立室室長、一般社団法人網走青年会議所石山義輝、本当に皆さんありがとうございました。